はい、皆さんこんにちは、リュウキです。今日はモテる女性がやっている対男性で使うと一気に好かれることというお話をしていきたいと思います。皆さん彼に好きになってほしいと思いませんか？そんな皆さんに好きな男性や彼との仲を深めていく重要なポイントとなるというお話をしていきたいと思います。これを意識することで心理的距離が縮まり、男性の心に響くということです。モテる女性が自然とやってることでもあり、男性の心をつかむためのコツなんですね。今日はモテる女性がやっている対男性で使うと一気に好かれることをご紹介していきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただきましたのでご紹介させていただきます。リュウキさんこんにちは。こんにちは。いつも動画拝見しております。 LINE メルマガも登録し勉強させていただいております。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ご相談があります。私は今すごく恋愛に対して悩んでいます。実は男性と話すのが苦手で、恋愛経験はほとんどありません。友人からは優しく誠実だと言ってもらうのですが、異性と接することに自信がないんです。でも久しぶりに彼ができました。よかったですね。彼に好かれたいと思っています。男性が苦手でも彼とうまく進める方法を教えていただけると助かります。どのようにすれば男性に好かれるようになり、自然に接することができるのでしょうか？よろしくお願いいたします、というご相談です。ありがとうございます。なるほど、そうですね、彼とうまく進めていく方法ですよね。彼により好きになってもらえるといいですね。ですので、今からモテる女性がやっている対男性で使うと一気に好かれることについてお話ししていきたいと思います。モテる女性がやっている対男性で使うと一気に好かれること3選です。まず1つ目です。一つ目は、相手の男性の脳のタイプを見極めるになります。男性の心をつかむには、まずマインドを整えると男性心理を理解するになるんです。この2つをマスターすれば大方の恋愛はうまくいくと思います。片方だけ特化してもダメなんですよね。この2つのバランスが大切なんです。だから両方をマスターするように心がけてみてください。しっかりとマインドを整えて男性心理をベースにして行動していくといいということです。すると恋愛がうまくいくようになるんですね。例えば、いつも男性が離れていくという女性がいたとします。そんな方はまずマインドを整えていくことが大切です。なぜなら現実は皆さんの心の投影だからです。このマインドの整え方は、いつも YouTube で発信していますので過去の動画を漁ってください。なので今日は男性心理の方をご説明いたしますね。様々なタイプがあるんですが、一つ一つのタイプを説明すると膨大な時間がかかりますので、今回は大きく二つのタイプに分けてご説明いたしますね。男性とうまく進めていくためには非常に大切なお話になります。脳のタイプです。大きく二種類に分けることができるんですね。それは男性脳が強いタイプと女性脳が強いタイプになります。まず男性脳が強いタイプをご説明いたします。そんな男性のタイプは追うと逃げる生き物が当てはまります。自分が追いかけたいタイプですね。ということは、そんな男性を相手にするなら皆さんからうまい具合に距離を作ればいいわけです。言い換えれば、自分から近づきすぎないということです。つまり常に一定の距離感をキープさせておくといいということなんですね。付き合ってからも同様です。自分からあまりベタベタしすぎない、相手のものになったかのように振る舞わない、自分について語りすぎない、これを心がけるだけでも男性の方が強い男性は戸惑いの感情が生まれます。モテる男性なら、その男性の周りの女性がその男性と接するのとは違う態度を作ればいいわけです。このような男性脳が強い男性は、自分のものになったと思わない限り狩りの炎の本能が照り続けるということなんです。だから自ら適度に一定の距離感を保つことが大切なんですね。完全に手に入ったと思われたら、そこでゲームオーバーになりやすいということなんです。例えばデートの時、いつも皆さんから、じゃあ帰ろっかと切り出す、周りの女性と全く違う反応をすることで自分のペースが乱されて、テストステロンという男性ホルモンが活発になります。すると皆さんを追いかけたくなるわけです。テストステロンとは狩りの本能を目覚めさせるホルモンです。ですから、このタイプの男性には相手のペースに持ち込まないことが大切なんですね。皆さんが常に主導権を握るんだと自覚するようにするといいと思います。すると彼らの頭の中には、会いたい女性としてインプットされるんです。そしてもう一つのタイプは、女性脳が強いタイプになります。このタイプは男性脳が強いタイプの真逆の対応になるケースが結構あるんですよね。恋愛本やネットの情報でよく書いていることがあまり通用しません。そんな男性は追うと逃げる生き物が当てはまらない傾向があるんです。ただ皆さんの好きオーラを全く察知できないと諦めて他の女性に行ってしまう時もあります。
だからあまり離れないことが大切なんですね。程よく自らくっつくこと、つまりある程度ベタベタする、ある程度は相手のものになったかのように振れば、ある程度は自分の気持ちを伝える、自らアプローチする、これを心がけるだけでも女性の方が強い男性は安心して皆さんに興味を持ち始めます。だから少し言い方が難しいですが、近づきすぎない近い距離感を保つことが大切なんです。自分から距離を近づき、なおかつ距離感を縮めすぎないことが必要なんです。例えばデートの時は近い距離感を保って、会っていない時少し距離を遠くします。するとこんなタイプの男性を飽きさせないとてもいい距離感を保てます。すると皆さんを追いかけたくなるということですね。ここでも相手のペースに持ち込まれないことが大切なんですね。つまりどんなタイプの男性であれ、私が常に主導権を握るんだと自覚するようにしていくといいですね。するといい距離感が保てます。それでは2つ目です。2つ目は、彼を離さないようにするよりもまず彼が離れたくないと思われる人を目指すことになります。例えばいつも相手から離れていく、いつも愛されなくなる、いつも関係がうまくいかなくなるというふうにやってほしいことが3つあります。これをやることでこれから彼と関係がうまくいく可能性が高くなるんです。まず1つ目は、相手を変えようとしないになります。恋愛がうまくいかない人は相手を変えようとするんですね。つまり私から離れない彼にしようとするということなんです。そうすると相手にとってうざいんですよね。人ってコントロールされたくないので、それにいくら一時的にコントロールできたとしても、そのコントロールは長続きしません。力による支配ってなかなか長続きしないんですよね。それよりも皆さんが離れたくないと思われる女性になる、この方が簡単にうまくいきます。そして長続きします。支配から動かされるのではなくて、相手が自ら動くからです。だからこそ常に離れたくない女性とはどんな女性なのかと考えるようにしてみてください。相手の男性に求めていることを提供できるかどうかが大切ですけどね。次に2つ目は、私には彼しかいないとしないということです。彼以外に自分の未来はない、そんな風に思い詰めていませんか？この考えで幸せになる人はあまりいません。彼と幸せになることを目標にすること自体は全然 OK なんです。でもそれ以外の選択肢がないと思っているのであれば、この先真っ暗になる可能性があります。彼に対して必死になりすぎてしまうからです。余裕がなくなってくるんですよね。必死になればなるほどそれは彼にも伝わります。エネルギーってダイレクトに相手に伝わるんです。発言しなくてもエネルギーで伝わるんですよね。そしてそう感じられるようになると相手に避けられてきます。これは彼以外の人も視野に入れた方がいいというわけではなくて、彼以外にも夢中になれるものを、夢中になれる選択肢ですね、それを一つ頭に入れるようにするといいということなんです。心から思えなくてもそういうものを頭の中に入れておくだけでいいということですね。そうするだけで必死さが消えますので、だから相手に対してのエネルギーがまろやかになったりします。結構これは影響があります。そして3つ目です。3つ目は、短期的ではなく長期的に見るということです。これはとても大切です。多くの人が早く結果を出したがるんです。短期的に見てしまうんですね。そして焦ります。ですが短期的に結果を出しても結構崩れやすかったりするんです。場合によってはうまくいくケースもあります。逆に長期的にしっかり根を張っていくほど関係は崩れにくくなります。だからしっかりと長期的に見据えていく方がいいんですよね。なのでテクニックやノウハウを学んで、ちょっとやってこれダメだと焦るのではなくて、これがいいと思ったら長期的に一貫してやってみることが大切です。以上、この大切な3つのことをぜひ意識の中に入れてみてください。ではモテる女性がやっている対談者で使うと一気に好かれること3選の続きをやっていきます。3つ目ですね。3つ目は、ないない星人&これこれ星人ではないになります。恋愛がうまくいかないときは、ないない星人、くれくれ星人になってしまっている方が多いんです。だから負のスパイラルに入ってしまうんですけどね。気持ちはわかりますけどね。例えば、とある女性が婚活をしていたとします。その女性がなかなかうまくいっていません。そんなとき、その女性がこう言っていたとします。婚活パーティーとか行ったときですよね。見た目 NG の人しかいません。年下すぎる人しかいません。守ってくれるような人がいません。パーティーしか出会いがありません。年齢制限があって参加できません。と言っていたとします。客観的に見ると皆さんもよくわかると思いますが、どうでしょう。逆に言えば、例えばこんな男性がいたらどうですかね。見た目 NG の女性しかいません。年上すぎる女性しかいません。尽くしてくれる女性がいません。パーティーしか出会いがありません。年齢制限があって参加できません。いかがでしょう。こういう男性とマッチングしたいかどうかですよね。逆の立場で見ると分かりやすいと思います。そんな波動を出していると同じような波動の人を引き寄せてしまうということなんですね。
つまり恋愛って自分を愛することがとても大切なんですが、逆の立場になって考えることができる人がうまくいくんです。そしてうまくいかない方々はかなりないに視点が合っているんです。でもないはないを引き寄せます。なぜなら内側が先で外側は後だからです。まあこういう時って誰でもないない政治になっちゃいますけどね、気持ちはわかります。ですがこのスパイラルを軌道修正できると現実は変わってくると思うんです。もうここは自分で気づいて自分で軌道修正するしかないですけどね。軌道修正できるようになると、皆さんを幸せにしてくれる人がやってきますので、内側が先、外側は後ですからね。まあ分かっているけどやめられないになるかもしれませんが、意識に入れておくだけでもまた変わってきます。当然自分を大切にすることも忘れないようにしてくださいね。まあ今日のお話って結構大切なことだと思います。以上がモテる女性がやっている対男性で使うと一気に好かれること3選になります。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目が相手の男性の脳のタイプを見極める。2種類ありましたよね。男性の方が強い男性と女性の方が強い男性です。そして2つ目です。1つ目は彼を離さないようにするよりもまずは彼に離れたくないと思われる人を目指すこと。そして3つ目が内々成人、くれくれ成人ではないになります。モテる女性がやっている対男性で使うと一気に好かれること3選、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。 LINE をご登録していただけますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただいております。ご質問は YouTube、メルマガ、ブログの方などでお答えさせていただいております。それでは皆さんの幸せを心よりお祈りしております。また次の動画でお会いしましょう。